こんにちは、今回うちのおすすめは川崎の Z900RS、パッと見もうZ1 にしか見えないかもしれないですけれども、ホイールマフラー、テールカウル、サイドカバー、あのサスペンション実はあれマフラーステイなんですね。Z900RS って本当はあの一本ショックなんで、なるほど、はい、Z1 乗りの方はやっぱりサスは日本じゃないとっていう方が多いんで、どうぞアップで、そうですね、はい、ダメージじゃなくて本当に見えるところに、これはですね、サスペンションとしては強度の問題があるので、マフラーのステイになっております。マフラーのステイでサスペンションは隠してますけど、はい、高性能のままの状態でございます。で、車検対応の4本マフラー、どうしてもね、17インチですとここが隙間がちょっと寂しいんで、これがないと皆さんこう記憶の中に Z というとこのスタイルで、ここだけはどうしても外せないんで、こういう形で毎回 CG 作るときもこれに2本サスにするか1本で残すかっていうのがいつも問題になるんですけど、そうなんですよね、やっぱりこのイメージ欲しいけど、今自分だとちょっと無理かなって。そうなんです、そうなんです、性能上やっぱり1本になるんですけれども、やっぱりでどうしてもと思ったらもうこの作戦しかなかったもんです。すごいアイデアですね、はい。密かにスポークホイールです。これはチューブになるんですか。はい、チューブですね。チューブタイプの。はい、これここか。これも違います。ドレミのサイドカバーと前のカバー、これとロングテールカールですね。もちろんテールランプは LED、 ウインカーも LED でございます。ちゃんとネジ、はい、前がいいです。ああ、最初天野さんが乗りたいわけ、天野ちゃんが乗りたいバイクだ。透き通ったり、
ちょっと見る人によってはこれが不思議な不思議なものに見えてくるんですけど、単純に今このイメージで見てる人は普通にああかぶせただけなのねって思うんですけど、最初からこの状態を見てるとこれはどういう塗装ですかって始めちゃう。何なのこのクリア奥に何かいるね、何なのこの塗装、微生単位のは何って言ったらこのインナータンクなんです。じゃあどうやったらみんなこのインナータンクに食いついてくれるのかな。それでこう少し上げた状態でいいですね。で、レーシーじゃないですか、なんかこうガルウィング上がってるような感じが。これはもう見せ方ですね。こっちから見たときに、おお、なんだ、あのタンク。タンクがまず浮いてるぞって思う。すごいっすね。そっか、インナータンクだから、タンク変えられるんだもん。タンク変えられるってことは、あ、マーク2にもなるぞ。あ、Z1R にもなりそうだな。あれ、もしかしたら、大具になりそうかな。そうか、丸ごとタンクの観点じゃなくて、ここの観点って感じの、はい、そういうのもね。へぇー。なんなら逆に言うなら、忍者にしたい。おぉ。って言ったときに、忍者の丸ごとタンク。はい。切っちゃうじゃん。あー、そうか。一番リアルしたいので。だって本物ですよ、今軽くしてたから、FRP で作ったりしてますけど。下の抜いちゃえば、このぐるぐるってああいう形にすればいいでしょ。でそれ乗せて、こうやってステーつければいいだけじゃないですか。これもじゃあ裏バッグ。これ抜いてます。なるほど。そうか、すごいですね。この二歩差すダミーという、ね。面白いですよね。そうか。なんかでも分かる気がするな。だから、はい、ドリムさんどんどんこう、はい、他と違うことだった。違う考え方。だって性能はもう十分いいんですから、フレームだって補強することないんです。バックセットだと本来であればつける必要はないです。じゃあ何が必要かって言ったら、今のセンスとそのギャップ、昔のセンスのコラボレーション的な、こうだからネオクラシックっていう世界に持っていくためには何をしたらいいか、必要のない部分でフィンをつけてきたんでしょ、わざわざ空冷じゃない水冷に。それは川崎が頑張って作ってきたんだ、だからあれは尊重しましょう、かっこいい。でもラジエーターだから、なんかラジエーターだけじゃつまんないから、こんな昔のねオイルクーラーでよく使ってたようなこう感じにしたらどうなのとか、ポイントカバーがね UHC とかって入ってる、本来であればこう、これもないですけど反対側ですね。ステッカーだですよ。これがノーマルです。これでいいとは思うんですけど、うちだったら何ができんの。さっき言ったノーマルだったら、じゃあアンダーパイプないじゃないですか。アンダーパイプないから、アンダーパイプつけてほしいなっていうから作ったわけです。ですもんね。そういうことですか。でこれってじゃあ曲げるの大変でしょ、炙ったりなんだりしなきゃいけないでしょ、やる必要ないっすよ。はい。でこれを自分なりに R を決めていけばいいだけですよね。
自分でこれ手曲げですから私。へこれでいいんじゃないですか。なるほどね。これで。そうか、これ反対側ついてる。あ、反対側ついてる。そう、こっち側だけ見せるようにすりました。反対側はフレームみたいな質感の素材を、まあ、塗装すれば分かんないですよね。で、塗装も乗るんです、材料として。ただ、先何度も何度もやってるからこう剥がれていきますけど、基本的には問題はない。そうですね。中身はあくまでも最新で部品もあってっていうのも使いつつ、外側を楽しむと、ね、はい、外側だけでいいんじゃないですか。リアルですね。オーリンです。本物片側7万5000円セットで15万。え、これバリの本物なんですか。本物したものないです。なるほど。ブラジャーのね、一番いいやつですから。そうすごかったね。始まりはうち Z 屋ですよ。あ、なるほど。 Z のレスト屋で未だにやってます。それ続いてるんですか。部品売ってますからね。だってこのテールレンとかグラバー、ウィンカー、まあそれこそサスもこれ短いですけど、長いサス、ノーマルのサス、4本マフラー、タンク、外装セット、一式、シートまで全部うちレプリカ作ってる会社なんです。それが基盤です。旧車屋なんだけど、その部品をまあ、ゼワンに使ったらどう？部品を切って後ろ側だけは Z1 用だけど前をゼファー用に変えて作ったらどう？って言ったら、ゼファーの人は Z1 と憧れてたり Z2 憧れてたりするわけだから、やっぱそういうのが好きな、そういうのが好きな人たちが多いゼファーから、今回新しい川崎の Z 系が誰がどう求めるか、ここが短いツインサスじゃない、マフラーが4本じゃない、日野がバナナに Z2 のタンクじゃない、みんなアンダーパイプはついてない、スポークじゃないを具現化したらこうなった。メーカーだとなかなかここまで、ちょっとそこまではねっていう、メーカーとしてはやりにくいですよね。強度の問題だったり、危ないんじゃないか、いろいろありますよね。そういうのを僕らだったらできる。川崎はこういう感じは作ってもらえる、カスタムしてもらえるっていうから、私たちは協力をしてモーターショーで発表するっていう、川崎とコラボをした会社の一つとして史上初でやらせてもらったんです。何社でしたっけ。尾藤さんとコルセさんと、その3社の人なんですよね。そうですね。で、それを具現化して定価をつけて今販売をしているっていう、ワンオフじゃなく量産型にして、メーカーさんもそういうカスタムショップがない。それはなぜって言ったら、 Z1 用の部品を散々今までやってきた経緯があるんで、またそれは付加価値要素が強くできたらやるって分かってるから他のお客さんもいるだろうし、やっぱりお客さんが欲しいっていうものをうちらは作っているので、欲しくないのは作ってもしょうがないですよね。だから要望ですね。